真鍮も 0.2mm しか切れないって言われた。もともと前は真鍮が短いらしくて 0.2mm。 あのさ、私思ったんだけど、上に向かそうとしてるよねこれ。上に持ち上げてないこれ、固定してるの。何なんだろうマジで。でぶっちゃけ先生とはあんま喋ってないんだよね。耳の軟骨を鼻に入れました。だからここがうんじゃ、多分うんでるんだよね。ラブリンありがとう。だからちょっとダウンタイム伸びちゃったかも。西内マリアっていうか、まあ、目指すはありがとう。あ、ショークありがとう。3個ありがとう。3個5倍ありがとう。ありがとう。3個ありがとう。で、整形代は3桁ね。3桁使った。もう全部使った。ありがとう、匿名さん。まいちゃんファイト。あ、ありがたね。あ、3個ありがとう、翔くん。翔くんは、あげてる。3個ありがとう。まいちゃんは佐々木希。じゃあど、あ、3個5倍ありがとう、翔くん。ありがとう。桜井ひな子狙っとく。で、人中もやったからね。あ、翔くん、おやすみ、ありがとうね。3個ありがとう。で、全財産を失い、で、あの、特定されて私、訴えられたくないから、結構ディス、しかももう言うなって言われちゃったこと言っちゃったから、もう絶対言えない。あ、6位になった。ありがとうございます。300万とも言ってないよ。3桁使った。でも、ぼったくりっていうか、ピン切りだからね、整形。今、ダウンタイム中です。いや、安いところもあれば、高いところもあるよ。すごい有名なさ、なんか予約取れない医者とかだったら何百もっとかかるとこもあるし。人中やったら唇が腫れてんの今、上唇でも削ってもない、入れたんだよ。でも全くそうなの、鼻が腫れてないんだよ全然。あのこれはね、初日から腫れてないんだよ、鼻だけはずっと。目は整形してないよ。あの、埋没と、あと鼻先にヒアルも打ったし。でも埋没は取ったね、涙。目をいじるのは似合ってないんだ。似合わないんだよ。結局戻したから実質やって。だ、鼻先に注入して高さを出したの。で、お酒飲んだら、いや、お酒もね、タバコもダメなんだ。バッシーでも、お酒は我慢できるけど、タバコはどうしても我慢できなかった。じゃあ西内マリア目指そうかな。沢尻エリカも良くない。そう、タバコは無理じゃん。で、先生はめちゃくちゃ変わってん。酒もタバコもお風呂はシャワーだけ。そうそう、シャワーそうなの。でもさ、あのシャワーもダメって言われてたから5日間我慢したの。でももう耐えられなかったね。あ、翔吾さんありがとうございます。あの、翔吾さんってすごい、いつもマンスリー1位の人だ。ありがとうございます。今、爆投げ待機してますね。爆投げ待機場です、ここは。なんで来たんだろう、このタイミングで。案件で整形するわけないじゃん。あの、言ってないもん。え、これ外しちゃいけないんだって。これは罰まで外しちゃいけないって。で、爆投げは来てないんです。来なかった。かわいくなあれ、ありがとう。匿名さん5個ありがとうございます。イベント1位になりたいんじゃなくてお金が欲しいんだろ。1位になりたい。1位になったことがなくて、なんか韓国ではお尻の皮を熱でちょっと辛いんだ。いや多分今も38度あるんだけど、で今一時的にちょっと下がってる。ダウンタイムやむ？ダウンタイムやむとかの騒ぎじゃなくて、あの普通にあの辛い、ね、熱。耳赤いよね、わかるかな？耳赤いのわかる？熱いんだよこっちの耳。ドキドキしてるもん耳が。耳がドッドッド。いや、冷やしたりとか濡れちゃダメだから。耳のを入れた。
ドキドキしてる耳が。ダウンタイムは1週間なんだよ。だから3日後で抜歯で終わるはずなんだけど、顔が、いや、あのね、初日にもうめまい、痛みの激痛で、あの抗生物質が奥に入ってたの気づかなくて、カロナールしか入ってないと思って痛み止めしか飲んでなかった。いや電話したの、いやもう本当に、ね、やばいんですけどって。いや大丈夫大丈夫って言われた。ダウンタイムってそういうもんだ。整形外科で時前ね、静脈麻酔起きたばっかの時に説明されて、もうほぼ記憶ないんだよね。マジで、あの静脈麻酔が切れてないのに、いやもう帰ってみたいな、もう終わったのが11時だったの、いやもう時間なんで帰ってくださいって言われて、追い出された。静脈麻酔打って好きなだけ顔をいじり倒して、終わったら無理やり起こして帰らされた。いや記憶ないんだよね。そう、でもなんかなんでそうだったかっていうと、あの5時にさ、私5時に整形始まって、本当はあの静脈麻酔は NG だったの。でもその日はできないよって、で、まあ、予約しなかったの静脈麻酔で、別に当日に予約できるかなって思ったら、いやもう無理、時間的に無理でって、夜中になっちゃうんで無理ですね、営業時間外なんで無理ですって言われて、いや無理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 ってなっちゃったの眉が。いや絶対に無理だからって、やってらんないからとか言って、でじゃあ無理くり眉が静脈麻酔を怒られた、絶対にこれ SNS で言うなよって、とこの時間帯にやる人なんだってなったらみんなに言われるし、今回だけなんで絶対に言わないでください。でだから病院名言ってないじゃないよ、それ言っちゃったからさ。であのぼーっとしたまま追い出された。で気づいたら目の前にタクシーなんか予約してくれてたんだろうね。でその時は鼻が痛かった、めちゃくちゃ初日は。で耳は全然痛くなかったので、翌日からもう全然もう耳が、だから逆に痛みって痛みを超えると感覚がないんだね。例えばさ、包丁で刺されるとするじゃん、痛み感じないらしいよ、痛すぎる。ありがとうチュロスね。毎日良くなるのにさ、どん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 ブサイクな豚になってる。で整形してからあのガチ恋だった人がいなくなった。アルコール飲まないよ、タバコよりもアルコールのがやばいと思う。アルコールってむくむじゃん、多分ここで前言ったら、あ、夏さんありがとうございます、